俺もそう思ってたっすよ。
この調子でもっと一緒にプレーをして頑張りましょう。何やってんだ黒子。ベンチがあったので少し休憩中です。んじゃ俺も付き合うぜ。こうしてのんびりすんのも悪くねえな。加賀美くんは休憩するくらいならバスケをするって言うと思いました。あのな、バスケバスケっていくら俺でもそんな単純じゃねえよ。まあはっきり間違ってるとも言いにくいけどよ。今日は天気もいいので少しくらいのんびりしましょう。加賀美くん、あれを見てください。あれってどれだよ。あの雲です。雲？ああ、なんか面白い形の雲だな。雲の形は見れば見るほどいろいろなものに見えてきます。あれは黒板消しですね。あ？どこが黒板消しだよ。あれはどう見ても皿に乗った特大ステーキだ。特大ステーキですか。なら、あっちの雲はどうですか。マジバーガーで売ってるビッグマジバーガーだな。僕は寝ている猫を連想しました。耳とか尻尾がねえじゃねえか。まだ巨大かまぼこって言われた方が納得するぜ。では、あの長い雲は何に見えますか。あれはアメリカで食ってたジャンボアメリカンドッグだな。さっきから連想するものが全て食べ物ですね。しかもなぜかどれも特大やジャンボがついていますし。いいだろ別に、腹が減ってんだよ。加賀美くんはバスケだけでなく食べ物にも熱心でしたね。絶対バカにしてんだろってね。最近は一緒にいるととても充実した時間を過ごせています。今後もこうして一緒に話をしたりしましょう。クロコッチがそう言ってくれるならもちろんっすよ。クロコッチと遊んでると中学に戻ったみたいで楽しいし、これからもよろしくっす。よろしくお願いします。やるからには負けねえっすよ。望むところです。頼んで。あれ？攻めるときはいい具合でいい具合に行こう。そこだ。これでどうだ。この手でどんなものでも掴んでみせる。パスだ。任せた。これで倒すか。今の俺は止められない。そこを得意しよ。シュッとしたシュート。決める。パス。クリア。任せるよ。行きます。任せました。切れ切れ。
言ってんだろ。ダジャレがうまいやつはここにいるぞ。おら、うん、止められない。そこをどくっすよ。司令塔として頼ってくれよ。コートの状況はもう見えている。そこだ。任せた。見せてやるっすよ、俺のマスケを。決まれ。やった。さっきはお互いにいい感じのプレーだったんじゃないですか。あんなプレーを常に目指すべきなんでしょうね。前よりも連携ができているといったところか。次もお互いにいいプレーができるよう一緒に頑張ろうな。おい、なんか最近俺たちって前よりも息が合うようになったな。これからもこの調子でやっていこうぜ。前よりも連携ができているといったところか。次もお互いにいいプレーができるよう一緒に頑張ろうな。任せました。
これが今の実力っすよ。ここ一本取るぞ。いけ。最近一緒にいるのも悪くねえよな。この調子でこれからもよろしく頼むぞ。俺も一緒にいて楽しいっすよ、笠松先輩。バスケも遊びもとことん付き合ってもらいますんで。Yeah.
さっきはお互いとてもいい感じでプレーができたと思います。これからもフォローし合っていけるといいですね。なあ、なかなかよかった。また次のはこんなプレーを心がけよう。真剣に練習してんな。まあ部活がない分こうしてしっかり練習しておかないと。放課後だってそれなりにバスケをやってんじゃねえのか。そうなんすけど、他にもいろいろやることがあって。ほらこれです。ん？お前の写真か。なんだよこれ。今放課後の時間を使って俺の日常風景を撮ってるんすよ。モデル雑誌の仕事で頼まれちゃって。日常ね。まあよく撮れてるじゃねえか。とはいえ実はちょっと悩んでるんすよ。こうして日常とか言って遊んでるとバスケをおろそかにしてる気がして。それで少しでもバスケの時間を取り戻すために一人で練習してんのか。でもそれならお前は日常を過ごすことが無駄だって思ってんのか。いえ、そういうわけじゃないんですけど。日常だからってただ過ごすんじゃなく自分を高めるために使いたいんすよ。だから月末の大会も出るのはやめようと思ってるんす。はあ？だってお前あんだけ楽しみにしてたじゃねえか。そうなんですけど、部活も休みで最近は基本的な練習も何もしてないし、今まで日常をただ過ごしていた分も取り返さないとって思ってるんすよ。たく、お前らしいっちゃらしいけど我慢してまですることでもねえだろ。ストイックに練習することが悪いことだとは言われんけど、我慢して練習するにしてもたかだか数時間だろ。それはそうかもしれないですけど。そんなことよりもやりたいことをやったらいいじゃねえか。そこで得るものは時間じゃ表せない財産になるんじゃねえのか。なんすか笠松先輩、急に写真なんか撮って。今撮った写真を見てみろ貴生。さっき見せてもらった写真に比べて今のお前は全く余裕がねえぞ。そんな違いがありますかね。所詮俺が写ってるだけ。あ、貴生、何も練習することだけがバスケを、自分を高めることじゃねえ。バスケを楽しむためにも息抜きして今しかない貴重な時間を大切にしろ。日常の時間ってのは後からどんどん価値がついていくもんなんだからよ。確かにそうっすね。その時気づかなくても日常は大切なことだらけでした。ああだろ。やっぱ俺大会出ます。そんで思いっきりバスケを楽しむ。めったにない機会なんだからやらない手はねえよ。よし、我慢せずに今の時間を大切にするっすよ。てわけで、笠松先輩、早速ここでワンオンワンでもどうすか。ワンオンワンなら、ちょくちょく部活でもやってんだろうが。でも、笠松先輩とこうやって出会った時間を大切にしなきゃ。あのなぁ。って、まあいいか。その代わり、軽くだからな。了解。じゃあ、20本選手で。全然軽くねえじゃねえか。いや、まあまあ、それじゃあ、行くっすよ。ったく、じゃあ来い。